だからその今回のこのイベントに呼んでいただいたこともそうだし、それぞれのコスチュームをこうやって合わせてもらうこの制作の方々すごい感謝してますよ。すぴったりの2人を用意してくれたなと。すごいね、もう会うしね、はい、もうこの前からもう意気投合して、はい、もう本当は戦わないといけないのに仲間になっちゃうっていうねこれ最高、この2人でいったら世界征服できるんじゃないかなっていう。やります、そうやりますか今日。あのここに来てあのあれですもんね、打ち合わせもずっと遊んでばっかりなんですよ川崎さんサッカーばっかするんですよ。そう、サッカーボールがねついつい見たらうずくっていうか、やっぱサッカー選手っぽいところが野球選手ですからね、はい、野球ですからね。でもそのサッカーなんですけれども、はい、やはり先ほどのまあ共通点というお話もありますが、スーパーマンといえば七三ヘアで、うん、そして牧野選手も冒頭でもご紹介した通り、うん、はい、七三ヘアということで、実はスーパーマンともう一つそういった意味では共通点が、はい、共通点がありますね。あります。で、はい、お伺いしたいんですが、はい、本当にヘディングしても、はい、その七三ヘアは崩れないんですか。よくぞその質問をいただきました、はい。この髪にですね出会ってもう5年経ちますけども、うん、もう雨にも負けない、風にも負けない、いやいやヘディングの摩擦にも負けない、そして水にも負けない、いろんなものに勝っていく中でのこの髪型にたどり着いてますので、もうそんじゃそこらのボールのヘディングしてもね崩れることはないですよ。いや俺も崩れると思うよ。崩れると思う。だってヘディングだよあのボール、どんなボールが来てもですよ。絶対崩れると思う。だってボールって思った以上に摩擦ってあるんですよ、うん、はい、僕サッカー選手は分かるんですよ。サッカー選手じゃないんですよ。ないけど、はい、だからあのボールをヘディングして崩れる選手いっぱいいるじゃないですか。だからみんなバンドとかしてるし、ね、はい、だから僕は崩れると思うんだ。だってスーパーマンですよ。でしたね今日は。もう何事もぶれない、崩れない。なるほど。挑戦してみます。いいですか。やってみます。皆さん見たいですか。いいですか、皆さん見たい。見たいですか。見たいんですか。見たいね。わかりました。あんまり見たそうじゃない。見たそうじゃないね、みんな。はい、携帯いじってる方々たくさんいますけど、見たいんですか。いいですか。ご主題なんで。ライン終わってからしてください。ご主題なんでね。はい。じゃあせっかくなんでサッカーボールを用意させていただきました。はい、しかもなんと川崎選手がボールを投げてくださるという。スローインしたいんだけど、はい、ちょっと硬いんです。すみません。じゃあ見せてもらっていいですか。ちょっと待ってください、ね。はい。しっかりウォーミングアップします。おお。ね、せっかくのちょっとカメラに収まる距離になってしまいますけれども、そこからウォーミングアップがいるというスーパーマンポーズで来るのかと。よし、行きましょう。じゃあ行きますね。本当に見て部屋見ててくださいよ。はい、行きます。おお、崩れてないですね。全く崩れてないですけれどもカメラマンの皆さん1回で大丈夫ですか。もう1回撮らなくても大丈夫。もう1回いきますか。もう1回いきますか。せっかくなんでもう1回いきましょうか。これ、ね、2回目でも大丈夫なのかという。これ、すごいですね。いきますよ。ちょっと待ってください、ね。はい、大丈夫ですか浜村さん本当にこれ本当お試合、本当試合のコーナーキックと思って、はい、お願いします。僕、左サイドが上げるから。上げた、上げた、はい、素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。でも、さすがですね。もう行く場所ももう変わらないということですけれども。そうですね、はい。もう全然やっぱりもう簡単に行けちゃう。もう全然やっぱ投げるボールがいいですから投げるボールが。いやいや、僕はもう上手いんだ、やっぱ野球選手だから。いやいや、とんでもないです。僕なんて本当にね、そういう意味では嬉しいですけど、本当にコツできて本当牧野さんの本当ヘディングもしたけど、はいはい、えらい崩れてないですね。本当に崩れない、崩れない。あのサッカー選手って、はい、右利き左利きってよく言うじゃないですか。ありますね。頭利きっていう選手もいるんですよ。頭利き、頭利き。じゃあ利き足はどっち。僕頭ですっていう。あ、全然います、そういう選手。だからそれだけ頭の技術が、はい、ある選手も多いですし、僕はどっちかっていうと頭でのプレーを得意とするので。なるほど、はい、うわすげえ。だから今のヘディングでも強いもん。この首のこのトレーニング、ね、はい、トレーニング首をしてるんですか。首のトレーニングはねあんまりしてないです、はい、いつもだから練習の中でみんなとセットプレーで、ね、はいはい、勝つこと、うん、遠くに飛ばすこと、なおかつ強いボールを当てることっていうことを意識して。当てる場所なんかいつもどの辺とか意識してるんですか。おでこ角度によってですね。角度によって全然変えますよ、はい、頭も全部使う感じなんですか。全部使います、全部使います、はい、
すごい。そうですね。でもあの川崎選手もサッカーお好きということで、はい、僕もやっぱりそのちっちゃい時からサッカーやってまして、そういう意味ではあのヴェルディ川崎だとかね、フリューゲルスのエトゥって言われてた、昔中学校の時はもうね93年4年の話をサッカーずっとするんですよ。もう出てくる名前がペレーラ、エドゥ、モネールって言ってね、もう最近の外人選手じゃなくて昔のね、はい、だからもうすごくねあの時代が好きで、もう本当に僕もサッカー大好きです、うん、僕は左利きなんですよ、どっちかといえば左からこう駆け上がってクロスですね、クロスで上げるという仕事だったんで、はい、ライバルじゃないですか、僕も今左寄ってるんで、そうなんですよ、はい、だから本当にマグさん今日会えてこのいろいろちょっと今日聞けたんで、ヘディングの話、はい、ちょこれから僕も聞きやります、やりたい、頭だとヘディングされます、ね、いやいやそんないいですかね、一回だけと。いやちょっとじゃあやります、やります。じゃあせっかくなんで、はい、お衣装をもうマットから出していただいて、いいこんな感じでよろしいでしょうかね。すいません、いいですかね、さっきのちょっと牧野さんがいろいろ教えてもらったんで、多分サッカー少年たちも、はい、聞きたいと思うし、サッカー少年たちもね、はい、じゃあマイクお預かりして、素晴らしい、ありがとうございます。あ、じゃあちょっとマントをこう出していただいて、お衣装を見せていただきましょうかね。すいません、ありがとうございます。難しい、ヘディング奥深い、奥深いんですよ、はいはい、腕使うなんて今までこんなの知らなかったっすもん。そうですよ、体全体使うんですから。なるほど、はい、頭だけではダメなんですね、はい、体全体使ってヘディング強さ、あとはここですよ。おー、ハート、ハートじゃないですか。 It's all about soul You're in my heart, my heart.ありがとうございます。お二人に素晴らしいヘディング見せていただきました。ありがとうございました。